はい、皆さんこんにちは、赤山修です。今日はですね、ニコンの F マウントがね、皆さんの前に並べてありますけれどもね、このニコンの F マウント、これどうしたかというと、私がですね、今まで使っていたカメラ、それをですね、手放す時にですね、手放せてもあれですよ、もう壊れて使えないカメラも含めてだったんですけど、まあひとまず、記念に残したいなということでですね、マウントだけをこのようにね、を残していたりとかします。でただこれはですね、このマウント、この F マウントですね、このリングをですね取り付けて、まあ F マウントチャームというふうに私は称してるんですけどもね、これですね、キーホルダーにしてですね、こう思い出というか自分のカメラの思い出になるようにして使っている分なんですね。でこれはいろんなカメラのですねマウントがありましてですね、もう今こうなったらパッと見でですね、どんなカメラのねものなのかっていうのがね分かりにくい状態ではあるんですけど、今分かるのはこれニコン F の、私が手に持ってますね、これニコン F のマウント、これはですね、F を分解してマウントを残したわけではなくて、東京都内のですね中古カメラ店に散歩というかですね、ウィンドショッピングしに行った時にですね、たまたまこれ1000円ぐらいだったかな、ニコン F の部品として売っていたものですね。でこれはそのまんまF マウントのチャームにしたいなと思ってですね、買って帰った覚えがあります。であと、これですね、だからね、これマウントがね4点止めになってるんですけどね、このビスの穴がね4つありますよね。でこれね、ここにある小さい穴は、これはレンズのストッパー、レンズのを止める時のストッパーのピンが出るところです。でね、それより大きな穴が4つあるのは、これはねビスが通っていって4点ビスでボディに止まっているということですね。でこういったね、のがニコン F のマウントだったんですけど、あとですね、ニコン F3 か、 F3 これですね、ね F3 の時代ちょっとね薄くなってます。これほら、こちらニコン F のマウント、ね、ニコン F とか F2 に使われたマウントね。でこれがニコン F3 のマウントですけど、少しね薄型ですよね。でこれもやっぱり4点止めになってまして、ね、私以外にも持ってますけど、ね、向かって右側の小さな穴は、ね、カメラのレンズのストッパーのピンが出るところの穴ですね。そうなってます。だからこれね、この F3 はね、私ね初代の、ね、F3 を落下させてしまいましてね、ダイキャストにひびが入ってしまったんですよ。それでもうね、もう手放さざるを得なくなってですね。それで、これは私がマウントを分解してですね、思い出にして残した、マウントですね、これはね。なんかこれ持つとね、初代の F3 はもうこれしか残ってないんか、みたいな感じでね、少し寂しいですけどね。でも実際、これを残しているということで、今でもその思い出を思い出させるね、アクセサリーですね、これはね。そしてあとね、この4点ビスからですね、少しこのビスの穴がね多くなった時代があってですね、ね、これは5点ビスですね、5点止め、ね、これは何なんでしょうね、これね、ニコン F4 だったのかな、ね、これは、あ、そうか、これはですね、ちょっとこれは私はいただき物ですね、これはね、これは記念品としていただいたもので、でこれをね、このですね、マウントチャームをですね手にしてから、あ、そうか、 F マウントをですねキーホルダーにしたらいいなっていうふうに思ったきっかけになりました。これはね、これはですね、ちょっとこれはですね、あるところからですねいただいたところでしてね、いただいたものでして、これもね良き思い出の品です。でその説はねありがとうございまして、これ今でも大切にね持ってますよ、これね。でこれはね、この穴にですね、ね、こういうちょっとこうキラッと光るですね、ね、この黄色い、ね、いわゆるおもちゃのダイヤのようなものがね仕込まれてましてね、これも粋ですよね、これね。
これは AF カップリングのね、穴がある時代のマウントですので、何なんでしょうこれね。なんかこう、ステンレスでできているような感じかな。で、この辺はですね、ジャンクのカメラを分解して残した分で、これもですね、何だったかな、これはな。この辺のカメラはね、私が持っていたカメラというよりは、ジャンク品でですね、北村などで安く手に入れたカメラを分解してね、マウントをね、取り出したものだと思います。ね、これね、AF カップリング。これ、まずビスがですね、これもこの AF の時代ですけどね、ボディに先ほどニコン F2 で、ニコン F2、あと F3 でですね、4点ビス止めだったじゃないですか、これね。これね、今私が右手に持ってる。それが5点ビス止めになってるのはね、オートフォーカスの、カメラになってからが5点ビスになってるんですよね。で、それで、ね、1,2,3,4,5 とあって、ね、ここにあるのは、ここにあるのはですね、レンズ脱着ピン。レンズを固定するためのピンの穴ですね。これはですね、何かですね、なんか連動するときにですね、この小さなピンがですね、こう出っ張って、それが、レンズの方に当たるか当たらないかによってですね、何か信号をですね、カメラで見極めるための小さな穴です、これはね、これは。で、こちら。この穴、私のこの指先のこの爪、ね、右の人差し指の爪のところ、ね、爪の先端をご覧ください。ここがですね、AF カップリング。ボディ内 AF 駆動モーターが AF ニッコールの、ね、軸に連動させるためのですね、出っ張った軸がこうピュッと出るんですけどね、その、ね、軸を通すための穴ですね。これが増えています。AF レンズの時代はね。まあ、だからこれね、私ね、皆さんにこのマウントの違いをね、細かくね、お教えしようとかじゃなくてね、そういったね、時代時代のね、違いをね、感じながらニコンを長年使ってきたというね、ところですね。同じ F マウントでも、明らかにね、いろんな違いがありますよね。これだってほら、レンズ脱着ピンの横に小さな穴があるじゃないですか。ね、しかし、こちらはね、ね、AF カップリングがある時代の、ね、マウントですけど、ね、これは、レンズ脱着ピンの穴の横に、この小さな穴ないですよね。だからこれはだからもう本当にね、ニコンにお詳しい方はね、ね、それはどうなんだっていうようなことをね、一言でおっしゃれると思いますけどね。私はちょっと、あまりね、記憶にないですね。この小さな穴はね。このレンズ脱着ピンの、この私今左手に持ってる、ね、マウントの、レンズ脱着ピンの穴の下の穴ですね。まあだからやっぱり同じ F マウントでもね、すごい変わってますよね。時代時代で。はい、こんな感じでね、まあ、F マウント。まあ、全てではありませんけどね、F マウントの一部が、こうやってね、キーホルダーになっていましてね。まあこれを見て、ニコンの、ね、カメラをいろいろと思い出させる感じですね。皆さんもね、この F マウントチャームね、まあカメラ店でですね、数百円とかでジャンク品とかあったりとかしますんでね、そういったものを分解してですね、こうやってね、こう F マウントだけ取り出してですね、アクセサリーにされるのもね、いいんじゃないかなって気がしますね。で、今日はですね、このマウントをね、こうやって話に出したじゃないですか。じゃあ、だったらじゃあ F マウントはね、まあともかく、ここに F3 ありますけどね、F マウント。ね、F マウントですよ。ね。で、まあ、ただまあ、Z マウントはどうなんだというね、ところですよね。まあ、ただ Z マウントは残念ながら、今、チャームにできるほどの、ね、余分な部品はね、もう手に入らないんで、ね。このように今、現役で使っているカメラのね、ボディを見るしかね、ないんですけど、ただ一つね、皆さんにね、ご紹介をしたいものがありましてね、それはですね、何年か前に私が3、そうですね、山陰に住んでいる頃だったんですけどね、ニコン Z マウントの、マウントが入った盾をですね、メルカリで手に入れることができましてね、これなんですけどね、これは以前山陰にいた時の動画で一度砂浜でね、皆さんに紹介をさせてもらった記憶があるんですけど、でこれ中身もう一回見てみましょうかね。
これ Z マウントがね縦になるんですね。はい、これはい Z ね、 Z ですよね。 Z になってますよね。これ箱がね、ですね、この箱を開けますよ。開けるとはい、まあこれね、いろんなね、うちのね、あの部屋がね映り込んでしまいますけどね。はい、これです。これがですね、 Z マウント盾ですね。これ何の時にね配られたものなのか全くわからないんですよね。メルカリの出品者もまあその辺に関しては歌っていませんでしたのでね。これです。はい、これですね。これね、上にほらカメラ映ってるでしょ、ね、Z9 で俯瞰してるんですよ、上からね、はい、でそれで今ね天井にねライトが当たってるのは、あれはねスモールリグのね、あの新製品のねバッテリー内蔵ストロボをね今当ててバウンスさせてます。はい、まあ、ちょっとその話はね脱線しました。はい、でこれでね、この Z マウントの盾で、これなんでしょう、あ、 Z7 か、 Z7 が上に映ってますね。それで、ね、この下にレンズ側の Z マウントのね、オスの方のマウントがですね、これ本物ですよ、本物がこれ取り付けてあってね、ネジで止めてありますね。で左側にボディ側のマウントがやっぱりこれも本物です。もうだからこれはおそらく Z7 のものなんじゃないでしょうかね、これね。で、はい、こう、はい、上から見ましょう。こういう風になってますね。これ本物の Z マウントがね、このように縦になってますね。まあ私にこれ最初ね、あの Z マウントチャーム作ろうと思ってこれ手に入れたんですけど、まあさすがに分解するのもったいないなと思ってね、まあ今に至ってましてね、まあこれはそのままにしておこうと思いますけどね。もしもこの Z マウントの盾について、詳しいこと、これどんな時に配られたものなのかとかね、あのそういったことをね、もしもお分かりの方がいらっしゃったら教えていただくと嬉しいですね。これはねメルカリでね、まあそんな安くはなかったですけどね、4,000円ぐらいで買ったんじゃないかな。もうでも4,000円出してでも欲しいなと思ったので、まあ買ったんですけどね。もう何点かその当時ね出品されていました。はい、そのうちの1点ですね。でもそれからは、それ以降はあまりもうないですね、これね。うん。だからな、なんかね、もう何個か手に入ればね、Z マウントチャームのね、材料になるかなと思ったんですけどね。まあ、ただまあ、ニコンさん、これはね、まあ無理かもしれませんが、ね、Z マウントのね、このね、あの、本物のこのマウントをですね、あの、アクセサリーにしたいというね、あの、ニコンファンが、まあ私が一人かもしれませんが、あの、もしもね、他にもいらっしゃったらね、なんですけど、この Z マウントのね、あの、この部品をですね、こうアクセサリーとして販売していただくとね嬉しいなだなんて思いますけど、皆さんいかがですかね。いらないですかね。はい、これね、ニコン Z マウントの盾ですね。はい、であとね、もう一つ私のコレクションでね、ここにね最初からこの右側に置いてありましたけどね、こういったものは私ね好きでしてね、これもねこうご縁があって手に入れることができたんですけど、これ何だと思われますか。これ皆さん、これはね、あのフォトキナとか、あのカメラのですね、まあそのなんかメーカーのですね展示会みたいなものがあるじゃないですか。その時にスタッフがとねつけて ID をねぶら下げるためのストラップなんですね。でこれはですね、あのまああるところでいただきましたね、これね。これはまあ変なところから持ってきたわけじゃないですよ。これはね、ちゃんと、あの、まあ、いただいたんですけどね。もうこういったですね、まあ、ニコンのロゴが入っているオリジナルのもの。もうこういうのはね、なかなか手に入らないんでね。でこれは私はね、大事にしてますね。まあ、普段、さすがに使うのももったいないなってぐらいでね、あのこれはね、使ってないんですけどね。やっぱりそのニコンのコーポレートカラーのレモンイエローが、やっぱりね、貴重になっていて、ね、そういったあのやっぱりデザインで作られてますのでね、これはあの関係者の人がねぶら下げていたんじゃないでしょうかね、これね。これは本当にあの手に入れることができてすごくラッキーでした。これはもう貴重なものです、私にとっては。でこれもですね、あのもう一つ同じようなね感じなんですけど、ニコンのですねスタッフがあのぶら下げていたですね ID ねをですねここにぶら下げるためのストラップ、ネックストラップですね。この単純にね、もうニコンニコンで書いてあるだけでもね、私のようなねニコンバカはね嬉しいんでね、
まあ、これ材質がね、ちょっとこれ細かいこと言いますとね、多少違いますね、これね。このね、生地がね。だからこれ違う、イベントの時のね、ものだと思いますけどね。これはもう別の、それぞれ違うタイミングでね、手に入れることができたものです。このニコンロゴはですね、日本光学工業の時代ではなくて、今現在の株式会社ニコンのニコンロゴなんでね、これはそんなに古いものではないですよ。まあ、10年以内に手に入れたんでね、そんなにまあ最近のものではないのかもしれません。大体一つは5、6年前なのかな。まあ一つは10年以内ぐらいで手に入れたものでして、なかなかこれはですね、手に入らない貴重なものでですね、大事にしてますね。このレモンイエローというのがね、やっぱりね、いいんですよね。まあまあですね、別のですね、こう動画でですね、ニコン巻き、ストラップの取り付け方をですね、ご説明した動画をね、出したんですけどね、その時にこの説明したこのストラップはこの AN の 4Y なんですけど、これがですね、従来のもう日本光学工業の時代からあるね、こう市販品のですね、ストラップなんですけどね、これよりですね、明るい鮮やかな色が私が好きなですね、ニコンのレモンイエローなんですよね。このレモンイエローがですね、こうね、あしらわれたね、レモンイエローで作られたアクセサリーっていうのはね、すごく自分は好きなんですね。まあちょっとド派手とは言えますけどね、すごく美しいんですよね、このレモンイエロー、明るいレモンイエローね。でこれが昔ですね、私が憧れたニコンのプロストラップのイメージのカラーですね。はい、これね、まあなんかこうやってたまに引っ張り出してみますとね、こうなんか、ああなんかいいな、だなって思いますね。でそれであと最近なんですけどね、ニコンの Z6III がですね、発表された時にですね、今はもう終わったのかもしれませんが、もしかしてまだやってるのかな、東京のサービスセンターと大阪のサービスセンターね、ニコンプラザですね、に行くとですね、このストラップ、ね、これが、ね、アンケートに答えるといただける、ね、イベントがあったんですよ。で、その時に使われていた、この紐の色もですね、レモンイエローでして、で、これもですね、ああ、なんか僕の好きなニコンカラーだなと思ってですね、これもありがたく、その場でいただいたんですけどね、こういうやっぱりレモンイエローがあしらわれているとね、こうなんかついついこうなんかウキウキしてしまうようなぐらいに、このニコンのコーポレートカラーは好きな色です。はい。なんかもう、ねえ、他にもいろんなアクセサリーあるのかもしれませんが、なんかあんまりね、この明るいレモンイエローを、ね、こう、まあないかな、その明るいレモンイエローで作られたアクセサリーというのはね、そんなに多くないような気がしますね。まあでもこれはね、本当になかなか手に入らないね、ものでしたので。まあ、非売品だからね、なんか欲しいとかいうわけでもないんですけどね。まあ、私がね、こう、いいなって思うものはね、売られてないものもね、結構多いんですよね。だから、まあ、ぜひね、まあ、プロストラップのようなね、材質で、レモンイエローをあしらったようなストラップなどはですね、ぜひ、NPS ロゴではなくて、ニコンロゴで、ね、一般の人、ね、もちろん私もお金を出して、買える、ね、買うことができる、まあ、いわゆる売られている、ね、市販品のプロストラップみたいなものも出てくるとね、嬉しいですけどね、まあ、その場合にはなんか本当にこのようなですね、ド派手なレモンイエローとあとはブラックですごくですね、落ち着いた、ね、2種類のですね、ストラップがあると、まあ、ニコンファンね、まあ、ヘビーなニコンファンってね、どこまでヘビーか、ね、どんなのがヘビーなのかっていうのはね、ちょっとなかなかこう説明できませんけどね。まあ、そのようなね、こうニコンファンの方にはですね、受けるんじゃないかなというふうに思います。このレモンイエローのね、ストラップ。カメラ用ですよ。カメラ用ネックストラップ。はい。まあ、今日はね、そんなようなことで、まあ、マウントの話が、まあ、そんなね、深い話はできませんでしたけどね。まあ、やっぱり、ニコン F マウントも、まあ、いろいろありましたということ。ね、だから F マウントも時代は、長い間ね、
こう継承されていましたけど、その時代その時代ね、そもそもの根本の F マウントとしては同じだったんだけどね、仕様がですね細かくこうね、変更されながら進化していったというようなことで、まあ感慨深いですよね。でもしかしね、長かったんでしょうね F マウントね。まあ、私はもう今ね、Z マウントにも切り替えてしまってですね、まあ、F マウントのデジタル一眼レフは1台も持ってないんですけどね、もう今もう Z マウント、ね、のカメラのみ、まあ、レンズはまだかろうじて F マウントのレンズがね残っておりまして、でそれは Z 用にですねマウントアダプターでね、マウントを変更して使ってたりはしますけどね。まあ、なんかF マウントは私にとってある種もう過去の時代のものになりましたね。ただまあ雑談の中なんでね、まあまとまりも何もないですけど、まあ、ただこのねニコン Z9 ね、このカメラも当然 Z マウントのカメラなんですけどね、まあ、これからね Z マウントもどんどんまた進化してね発展していってほしいですね。まあ、Z9 もねフラッグシップだからね、すごくいいカメラに仕上がってるというねふうには思うんです、ね、しかしやっぱりまだまだ使ってみるとですね発展途上なのかなっていうふうに思う部分もありますのでね、まだこれからね Z マウントカメラはまだまだ発展していくと思います。うん、やっぱりその Z6 III で思ったのはね、ファインダーがもうすごい綺麗なんですよね。まあ、あくまでもニコン基準ですよ。他のメーカーと比べてどうのこうのってのはあまり僕もわからないんでね、ですけど、まあ、ただ他のメーカーのカメラも綺麗だよっていうようなことをね聞きましてね、あそんなもんなのかなっていうふうにねこう客観的には知っていたんですけど、Z6 III のですねファインダーに関してはやはりねニコン史上一番綺麗なファインダーと EVF というふうにニコンが歌ってますようにね、すごくね見やすい美しいファインダーでした。だからまあこの Z9 はそれと比べたらまだ旧式のねファインダーがついてるわけですからね、やはりフラッグシップね、次回のフラッグシップに関してはファインダーはもっともっとねこの Z9 と比べるとブラッシュアップされた洗練された、ね、綺麗な美しいファインダーになると思うんでね、そこら辺は期待できますね。やっぱりファインダーはですね皆さんまあ映すまでね、シャッターを切るまでがまあファインダーだっていうふうにねこう割り切れば、映ったものが良ければまあね、そんなそこまでファインダーってねどっちでもいいんじゃないかなっていう意見もね終わりかと思います。でしかしねやっぱりねシャッターを押すまでが勝負って考えるとね、そこでねやっぱ気持ちよく撮りたいなとかね、被写体を美しくファインダーの中で再現してほしいなっていうふうに思うので、だからやっぱり Z6 III のねファインダーはねやっぱり強烈にね良いなっていう印象を私は覚えました。はい。でただまあ Z6 III のねこう紹介動画ではね喋っていますけどね、やはり Z9、Z8 のリアルライブビューファインダーのね、まあ正規の正式なその積層センサーのカメラではないというところがあるんでね、やっぱりこう厳密に言うとやっぱり Z9、Z8 の方がねまだまだ使い勝手は上だなっていう部分はあります。でしかし部分積層センサーの Z6 III がねやっぱりいいなと思ったのは電子シャッター、ね、無音シャッターですね、電子シャッターで、ね、シャッターを切った時のねやっぱり心地よさっていうのはね Z8 にねこう本当になんかこうないかな、うん、近づく、まあ、Z8 にねかなり近い感じの軽快なねシャッターのフィーリングだったので、そうして考えてみたらやっぱり Z6 III は Z6 II と比べるとねかなり進化をしたカメラなんじゃないかなっていうふうに思いました。でやはりねミラーレスはねまだまだね Z ねマウント Z マウントにニコンがなってからですねまだまだそんなにね、10年も経っていないと思いますね、確かね、そうするとねやはり まだまだこれからですね、もっとですね Z マウントもですね進化していくでしょうしね、ブラッシュアップされて安定したねより良いものに、ね、なっていくと思います。はい。ですからねまたねニコンさん期待してますからね、やっぱり Z6 以降の、ね、新しい新機種ね、まあ、ZF もね昨年の末に出たんですけどすごくねいいカメラに仕上がっていて、ね、
もうそこから気に入ってですね使ってはいるんですけどね、この ZF ね。まあでもやっぱり VR ロックがね、まあ、なかったりとかね、そういうふうなところ、ね、がやはりまあ、フラッグシップなどを使っている私にとってはね、少し不満な点もねあります、まあ、だからまあ ZF のシリーズもですね、より高級感をですねこう、再現したですね、そういったシリーズの頂点みたいなものもねあってもいいんじゃないかなって気がします。まあ、ただまあマーケティング的にはね、それが売れるかどうかっていうのがやっぱりね、もちろん企業的には大切なところだと思いますから、そこら辺のところは私があえてね心配したようなことを言っても面白くないので、ユーザーの一人として考えた場合にやっぱり ZF をシリーズとして考えたら、 ZF のね頂点みたいなものもあったら面白いんじゃないかなと。でその場合に時代は逆行するかもしれませんけど、アクセサリーをですねこの ZF に加算して足してですね、例えばシステムアップコンポーネントとしてですね、こう何価値が上がるというか性能が上がるような、まあ、アクセサリーとかがあると面白いですね。ある種それはですね今の時代打足と言われるようなものになるかもしれませんけど、その打足をもですね楽しめるような、そういうカメラのシリーズに ZF はなってほしいなっていうふうに思いますね。それであと、まあ、これもですね別動画でですねこう撮りましたけどね、やはりその ZF の形は一眼レフの形をモチーフにしてるんですけど、ね、S 型距離計カメラ、ね、ニコン SP のようなですねカメラをですねやっぱりデザインのですね基礎にしたようなね ZF シリーズもあってもいいんじゃないかなっていう気がしますね。まあ、やっぱり今ねこう出すつもりじゃなかったんでね、今ちょっと防湿庫に行ってね取りに行きますけどね、やっぱりこうニコン SP はですねこれ形からしてみるとねすごくねやっぱりいいんですよこれね。これだからこれ何度でもねやっぱり私ねこう皆さんにお見せしたいんですけどね、このニコン SP、まあ、特に私ブラックボディが好きなのでね、このブラックの SP なんですけど、これすごくねやっぱりね、まあ、外付けのファインダーね、これ外付けのファインダーがついてますよ、ね、まあ、それもですね、まあ、打足といえば打足なんですけど、このねいらないもの余分なものをつけていくというところがね趣味のね醍醐味みたいなところがあって、だからフルサイズセンサーのね Z30 ね、それをクラシカルなこういったそのデザインにしたカメラ、なんか皆さんこういうカメラってね持ち運んで持ち歩いてるだけで楽しいと思われませんか？ねえ、すごいかっこいいでしょ。ねえ、これねレンジファインダーですけど、まあ、ただレンジファインダーを再現してくれとはね私は思いませんけどね、そこまではね。まあ、ただEVF は内蔵にして上がとんがってないね、ね、こんなカメラ。ね、そして別売でね別売で電子ビューファインダーがねこのようについてもいいですし。あとこのように光学ファインダーがねニコンさん得意ですからね、一番 ね、 ね今の最新の光学ファインダーをですね外付けでこうやって取り付けてね使えるようなねカメラにしてもね楽しいんじゃないかなっていう気がしますね。でそれでまあこれですね、私そのような話をしましたら、APS-C のイメージセンサーでねもうちょっと小型に作られても面白いんじゃないかなっていう意見もいただきましてね、まあ、確かにそれも面白いかなっていうふうに思いますけど、まあ、ただその場合にはやっぱり専用のね、APS-C の専用のレンズで超広角と広角と標準レンズと中望遠ぐらいはねその小型のボディに合わせてねこう選べるように単焦点で出してもらいたいなって気がしますし、あとは実用的にやはりねその広角から望遠までのね小型のズームレンズがねあってもいいですよね。ただ私は基本的に私の好みで言うとフルサイズセンサーのやっぱりこの、ね、ニコン SP のようなデザインのZF シリーズみたいなものが出るとねいいなと思いますね。やっぱニコンってねこう撮影する道具としてもすごく楽しいんですけど、こうやってね見てね喜べるというかね見て楽しめるというところもね、まあ、この時代のカメラの良さだと思うんですよ。でそれでこれをですね実際ぶら下げてですね街に持って出て撮るというのもね実に楽しい、ね、そういうふうに思うんですね。うん、まあやっぱりニコン F3 などもいいんですけどね、
このですね、ファインダーが出っ張っていない、このレンジファインダーのカメラのような形のですね、ニコンがミラーレスの Z マウントカメラにですね、加わると、また楽しいんじゃないかなって気がします。もちろんね、私なんかの意見がね、皆さんのね、意見だとは思いませんのでね、あくまでも私の個人的な、やっぱり好みで話をしてるんですけど、このようなカメラが出てくると、少々高くても、こう買いたいなっていうようなね、こう購買意欲をね、そそられてしまうような気がしますね。皆さんいかがですか？このニコン SP。ねえ。このニコン SP のね、この形。ねえ。こんな感じですよ。ね、これがもしもミラーレス Z になったら、ね、いかがですか。ね、まあ、今日はね、なんていうんですかね、別に特にですね、これといったテーマもなく、ニコン F マウントのこのキーホルダー、ね、から話をね、していきましたけど、やっぱりニコンってね、私がこんなね、特に今日は特殊なものをね、お見せしたわけじゃないですよ。まあ、でもなんか、ニコンの、グッズとか、カメラっていうのは、すごくなんか、こだわられて作られたものもね、少なくないので、やはりこうやって手にしてね、まあお茶を、まあ今お茶はしてませんけどね、お茶をしていくのもね、こうなんかこう楽しい時間だなっていうふうに思われるぐらいに、ね、やっぱりニコンの趣味っていうのはね、まあ深いなって思いますね。まだまだ知らないこともいっぱいありますしね。うん、先日は後藤さんに私のニコン F3 を分解してもらいましてね、ニコン F3 の中身の一部をね、まあ実際直に見たりとかしたんですけど、ね、まあ、しかもあれですよ、ニコン F3 の電気系統を開発された後藤哲郎さんですよ。ね、そしたらね、後藤さんにね、私のやっぱり知らない F3 の話をね、話をしていただいたりとかしてね、すごくね、ありえないね、ほんで私にとってはですね、本当にこう奇跡的なね、現実を目の当たりにできましたね。まあ単なるね、私みたいなエンドユーザーのね、 F3 ユーザーね、がやっぱり F3 の開発にね、関わられたね、方とね、直にですね、赤山修チャンネルでですね、動画をね、撮ってですね、ね、こうまあ本当に貴重なですね、動画になったんじゃないかなとは思うんですけど、まあニコンのね、やっぱり生みの親とエンドユーザーね、まあ皆さんもそうですよ、視聴者の皆さんもね、本当にニコン大好きな方もね、ね、多いと思いますんでね、本当に一緒にですね、ニコンのね、こうカメラの良さというのをね、語れたらいいなというふうに思いますけどね。まあやはり私はこのニコン SP の時代は現役ではありませんでした。だからこの SP は年を取ってからね、中古で買ったものなんですけどね、これは復刻版ですけどね、まあ、やっぱりこの時代をね、やっぱり生きてこられた方もね、やっぱり私の先輩で視聴者の皆さんにはね、の中にはね、おられますんでね、また本当にニコン S 型距離計カメラの話は ね、俺の時代はこうだったんだよって話はね、また簡単にコメントでいただければ嬉しいですね。私はやっぱりニコン F3 の時代からのニコンファンというか、ね、ニコンユーザーですからね。どうしてもこの SP の時代は現役では知りません。はい。で、ただやはりこの古いですね、時代。まあこれは2005年の復刻モデルなんですけど、この SP はね。まあこれもですね、すごくいい作りにはなってるんですけど、やっぱり S 型距離計カメラの良さというのをね、このカメラで知ることができましたね。まあそれとまあ厳密に言うとニコン S2 というカメラをね、譲り受けてですね、それが初めての私にとっての S 型距離計カメラだったんですけどね、やはりこの時代で単に古いものっていうんじゃなくて、今でもね、こう精密なですね、動きでもってですね、この作動アクションだけでもすごく楽しめる、ね、そして、基本的な性能はですね、もう今でもですね、色褪せない良さというのがありますね。はい、まあなんか話もね、あちこち行ってしまっても仕方がないんで、まあ最後にですね、やっぱりこのニコン SP のような、ね、Z マウントの、まあ私の好みで言うとフルサイズセンサーのカメラが出てくると嬉しいですね。そしたら Z マウントですからね、
のマウントアダプターでこの時代のこの SP につけているですね W2=3.5cmF1.8 などもですね取り付けて使うことも可能だと。でそしてさらに F マウントの時代のレンズもつけて使うことが可能だと。そして、ね、最新のニコン Z マウントのですね、ね、超高性能な、ね、最新型のレンズも当然使えるというようなことでですね、すごく各世代のですね、ニコン、ね、あらゆるニコンのレンズをですね、使えるカメラになる、なろうかと思います。はい。今日はですね、まあ、ちょっと、ね、私もですね、こうやってカメラを触る時間というのはね、まあ、普段なかなかないもんですからね、こうして皆さんの前でですね、お話をさせていただける時間がですね、私にとってもですね、こう、何かな、まあ、嗜好品をね、こうやって眺めて楽しめる、ね、こう豊かな時間になったんじゃないかなっていうふうに思います。はい。今日はなんかね、本当にね、まとまりもないような話だったんですけどね、こうしてですね、皆さんの前でニコンのお話ができてですね、今日も本当にありがたい時間でございました。はい。でそれでは、じゃあまたですね、赤山修チャンネルをご覧になっていただければと、また嬉しく思いますし、もしもできましたら、チャンネル登録をしていただけますとね、喜びます。それでは、じゃあニコンさん、またですね、今後もですね、ファンが楽しめる、ね、そして、深くですね、ニコンの良さをですね、味わえる、そういったカメラをですね、開発してですね、世の中に出していただけますと、一人のニコンファンとして嬉しいです。はい、じゃあ皆さん、それではまた、赤山修チャンネルをよろしくお願い申し上げます。本日もご視聴ありがとうございました。失礼します。